日南市宇戸神宮のご神殿で実り豊かな稲穂に育ったことに感謝する抜穂祭が7月17日に執り行われました。抜穂祭は2000年に約120年ぶりに復活させた神事で、広さ2アールほどあるご神殿には3月に植えたコシヒカリともち米が実っています。ご神殿の前には神職と仮目と呼ばれるかすりの着物に鳥追い傘の早乙女姿になった JA 浜遊の職員や地元住民などおよそ50人が集まり、神事が行われました。いらっしゃい。そして田尾里と呼ばれる狩り魔性の号令で一斉に狩り目たちが稲を刈り取りました。後に続いて宇戸小中学校3、4年生の13人の児童たちも参加。ちょっと難しかったけど、あれを神様にお供えして神様が喜んでくれたら嬉しいです。皆さんのご協力のおかげで台風の被害も大したことなくて順調に育っております。今日はちょっと早いですけれども、ちゃんと実ってくれるものだと思ってありがたく思っております。米は7月末にすべて収穫され、宇戸神宮で行われる新嘗祭などで神前に備えられるそうです。